私には人には言えない秘密がある。妻であり教師という聖職者でありながら、禁断の肉欲にまみれたみだらな女。合鍵を渡したあの人が来たようね。さあ今日はどんな授業になるかしら。やっぱ映画館って眠くなる。眠たかった。よし、寝ずにいられたね。今日は古文の授業よ。私のここ、古い言葉でなんて言うのだったかしら。答えられるかしら。次は世界史の。なんか急に眠気が。面白かったな。ようやくラストシーンだな。もう私はこの甘くただれた快楽から逃れられない。次に私の授業を受けに来るのは誰かしら。面白かったな。おごってもらって悪いけど、ありがとね。